ニガワ文学競技場は、韓国のインチョン広域市、渡る数スーコツクにある陸上競技場、球技場である。単に文学競技場とも呼ばれ、収容人員は52,200人。韓国の K リーグ、ニガユナイテッド FC が2011年までホームスタジアムとしていた後、2012年から2013年まで N リーグのニガワコレールのホームスタジアムとして利用されていた。 二川文革競技場は2002年の日韓 W 杯では二川ワールドカップ競技場とも呼ばれトルコ対コスタリカ戦フランス対デンマーク韓国対ポルトガルの3試合が行われた2014年秋二川アジア大会のメイン会場として利用する計画もあったがインチョン広域市西区に二川アシアド市競技場が新しく建設されたことで立ち消えとなっただが周辺には 各種競技会場が建設され、東へ200メートルのところに水泳会場が2013年10月に開場した。三河アジア大会ではサッカーの会場の一つとして利用された。2018年にはリーグオブレジェンズ世界選手権決勝戦が開催された。小舟のマストを象徴した屋根が特徴的である。横105メートル、縦68メートルの天然芝。 屋根は客席の98%を覆い、透光性が高い。屋根部分は2010年に襲来した台風7号によって大きな被害を受けたが、1年10ヶ月かけて修理工事を行い、元の姿を取り戻している。ありがとうございます。